ああ、やんなくていいです。やんなくていい。うん、容器だ。塩水。そう。塩水か水、どっちかで。何パーセントぐらい。まあ、まあ、いっぱい用だったら何パーでもいい。バナナは割と、うん、決まったりとかしないで、はい、結構喉が弱くて。ああ。夜なんですけど、マスク。喉痛くなる、うん、まあ健康のことで口の洗浄も話してるんですけど、だけど鼻うがいはやった方がいいっていうのも、絶対その呼吸器官って低下してきているだけで絶対汚れるんですよ。だから 鼻呼吸って絶対一日に何百回でやってますから、それでもうすでに汚れてるわけですよ。その汚れてるまんま維持してしまうと、他のところに症状が現れてしまう。だから鼻うがいもやっぱ進めてますし、やっぱ鼻口、うん、まあこれはやっぱり、うちも塩水とかね、まあ、口、うん、体系でもそれはうがいはした方がいい。うがいは水でしかしてなくて、体が、ああ、まあ水でも、水でも塩水でも、まあそれが初期レベル1、うん、もっと複雑な方はいろいろあるんですよ。話すと多分5時間ぐらいかかる。だからあれですよ、莫大なとこで絶対これ万人に共通するなっていうのは僕アカデミーにまとめてるんですよ。だそれはまあそこで学んでいただくとして、それじゃなくて自分らしく自分だけにカスタマイズするってあるじゃないですか。マニュアルは分かったと。そして、だけど自分にはどういう、こういうスタイル、こういう性格スタイルだけど、それを組み込むためにはどうすればいいかとか、そういうのって実際僕に聞くしか分かんないんで、こういったことをここでやってほしいと。あと音声。そうすると、より活かされる。マニュアルが。で、例えば朝、まあ僕がやってるのって朝2時間ぐらいかかる。だけど絶対これは欠かせないっていうルーティンにしてるんですよ。けど人によっては朝2時間で取れないよっていう人が多いから、じゃあ30分しかない中でどれを優先的にやったとか、どれを先にやったらいい、どれをメインにやったらいいとか、そういうのっていうのは話さなきゃ分かんないんですよね。まあ、ある意味問診ですよ、医者みたいな。そういうのをコンサルで活用するとよりレベルが上がるんじゃないかなって。やったほうがいいですよ、必ず通っていくとして、花粉症とかアレルギー性鼻炎の人はもう即効性で効きますよ、これ。いえ、花粉症の経営者もたまに来ますけど、もう勧めたら即効やってました。よくなる。ああ、はい。その人はもう早く、行動力めっちゃ早いんで、もう親とかに配ってたんです、容器。とりあえず、自分と家族に。とか自分と家族に。一人一個の方がいいです。まあ別に1000円ぐらいなんで、一個。使い回さない方が。どっちでもいいです。大丈夫です。洗ってた。はい。そう。使い回せるんだったら、全然一個で自分には。子供とか、うん、結構鼻づまいとか。やった方がいい。で、こうやって傾けて、心臓より下にしてやらないと逆流するから、ここだけやった方が気をつけて。まあ、鼻、口以外にもいろんな、この、クリーンにすべきこと、かなり深いんで、